あきる野市にある東京サマーランドでは、来月1日にオープンする新アトラクションドボンが一足早く報道陣に公開されました。ドボンはその名の通り、スタート直後におよそ 1.2 メートルの高さから水の中へと落ちるのが特徴の新感覚のウォータースライダーです。プレス公開にはお笑い芸人の小島よしおさんとタレントの椎名あゆみさんが登場。2人は実際にドボンを滑り、従来のウォータースライダーとは違うプールへと投げ出される感覚を楽しんでいました。滑るというよりは落ちるっていうのをすごく楽しむアトラクションだなって今思います。今年一番の滑り方ができたんだなと思います。新アトラクションドボンは東京サマーランドの屋外プールエリアがオープンする7月1日から楽しむことができます。